かったヒグマ。体重310キロ、体長は 1.8 メートルのオスで、昨日、積丹町で捕獲されました。付近では今月に入り、ヒグマが小屋の扉を破り、ホッケやサケが食べ荒らされる被害が相次いでいて、捕獲された個体によるものとみられています。一頭であってほしいなっていう気持ちですよね。まだ何頭もいるようだったら、まだちょっと怖いし。夜中爆竹鳴らしたりしてから車乗ったりしてますもんね、今でも。いやー、まずその熊であればホッとしますよね。大きいとは思わなかったね、あんなにね。積丹町では昨年の 1.7 倍のペースでヒグマの目撃が続いていて、捕獲は今年4頭目でした。町ではどんぐりなど餌となる木の実が例年になく不作であることが背景にあると分析しています。ヒグマはその後駆除されました。